今回の地震では各地で水道管の破損や停電などの被害が相次ぎました。東京都杉並区で大きな地震を観測しています。電線が大きく揺れているのが分かります。千葉県市原市です。地震の影響でか水道橋のパイプのつなぎ目から大量の水が激しく噴き出しています。帰宅困難者が生じているという報告を受けています。こうした帰宅困難者に対しましては、この事業者に対してできる限りの、この協力を要請しているところです。